水曜日に川崎競馬場で行われますスパーキングレディーカップ、こちらの予想をしていきます。よろしくお願いします。やはりサルサディオネと湘南なでしこ、まあ牝馬交流重賞では常連のこの2頭が出てきて、2強対決が濃厚ではないかなというのが1つ目の考え方。それと当日なんですが、今週ちょっとね、荒れ模様のお天気となっておりまして、馬場状態がかなり悪くなるということ、当日の馬場状態がどれぐらい悪化してその推移がちょっと分かりかねるんですよね。当日になってみないと分からないということもありまして、もし波乱の目があるとするなら馬場状態悪化、さらには夏場の急激な気温の変化、急に温度が上がるというのも人間も考えまして体調の変化ね、優れなくなると思うんですが、急激に温度が下がるというのも馬にとっては必ずしもいいことばかりではないかなということで、体調の変化面、このあたりが馬自身やってみないとわからないということもあるんですが、ちょっと人間の目から見てね、疲れっていうものはやはりわかりませんよね。常日頃接している厩務員であったり先生であったりしても、そのあたりはわからないと。急激に馬の体調が悪化していることもありますので、当日パドックを最終確認よく見てから馬券を買うことをおすすめします。そうですね、うちの方から簡単に有力馬ちょっと触れていきます。サルサディオネ、この馬も牝馬交流重賞の常連でありまして、前走の先玉杯ではボバの強い中央勢を相手に見事押し切って逃げて勝ったわけなんですよね。私自身はね、前走の競馬で軽視しておりましたので、逃げることは分かっていましたが、道中楽に行けたとはいえきっちり勝ち切るんですから、やはりこの馬強いなと、もうお手上げですよね、あの競馬されてしまったら。で、今回は牝馬交流重賞となりまして、1枠1番短期2で濃厚ということになるので、当然人気を背負いますし、湘南なでしことの再び対決ですので、そのあたりがどうかなということぐらいでしょうかね。2枠2番グランパラディーゾ、この馬は前走が3勝クラスの BS11 賞で5着。その前でもね、3勝クラスで安定的に馬券内に来ておりました馬でして、3勝クラスで勝負になるような馬は牝馬交流重賞競走になりますと十分やれていいかなということは、まあ今までのケースから考えられるんですが、いかんせん今回は強い馬が2頭おります。そして今回移籍初戦なんですよね。まだキャリアはそこまでない馬なんですが、早々と4歳で移籍してきたと。このあたりはサンデーレーシング含めてどのように考えているのか、いきなりこのメンバーに当ててくるっていうのもね、ちょっと厳しいかなって感じもいたしますので、一度見てみたいかなっていうのが正直なところ。馬券的には最後の方にちょっと抑えるぐらいでいいのかなって感じですかね。レーヌ・ブランシュ、この馬もね、牝馬交流重賞の常連でありまして、3月のエンプレス杯で湘南なでしこの3着、さらには4月のマリンカップ、こちらも湘南なでしこの3着ということで、安定勢力であることは間違いないので、サルサディオネ、湘南なでしこ、その後にレーヌ・ブランシュという力関係というのはまあある程度分かっているんですが、2強に何かがあれば着順が1つ上がるかどうかなと。距離適正含めてね、距離はもうちょいあってもいいと思うんですが、メンツ的なことを考えれば当然、3、4番手の評価はしなくてはいけない馬だと思います。5番アールロッソ、この馬も元中央の短距離馬ですね。移籍してきて初戦は大敗いたしましたが、その後3連勝して前走は2着、お父さんがサウスビグラスでして、今回この馬のポイントは距離の延長、しかもメンバーがかなり強くなりますので、その中で距離延長というのは常識的に考えれば厳しいですよね。やはりこのメンツに入ると1枚落ちるというのが率直な感想でありまして、どれぐらいやれていいのかなと、あくまでも掲示板を目指すレースではないでしょうか。レディバグ、こちらの馬は前走立東ステークスを後方一騎の素晴らしい伸びで展開が向いたとはいえ1着、見事な勝ちっぷりでした。前々走がマリンカップをこの馬も使ってんですね。湘南なでしこの5着、
かなり話されていましたし、地方の馬場の適性があるのかどうなのかまだわからないと、そのあたりが不安な面もあるんですが、金層の勢いと当日の馬場状態、やはり全馬に言えることなんですが、向くか向かないか、上位の2頭が崩れれば一角崩しあってもいい力を持っている馬ではないでしょうか。キムケンドリーム、前々走の3勝クラス、東北ステークス、こちらが福島のダート 1700m を勝ったんですが、前走が芝のマーメイドステークス、重賞を使ってやや強行ローテでここに向かってきたと、何か秘めるものはあるということで、馬券的にも入れておかなくてはいけない馬かなと、あくまでも他力本願ですが、力はない馬ではないでしょうね。日本語ちょっとおかしいですけど、力はありますよね。で、最後に湘南なでしこ、まあここに入ればね、力関係、3月のエンプレス杯で、湘南なでしこ、サルサディオーネ、レーヌブランシュ、4月のマリンカップで湘南なでしこ1着2着サルサディオーネ、3着レーヌブランシュ、5着レディバグ、つまりはもうはっきりと力関係してしまっているんですよね。決着がついている状態でして、普通に考えればこの馬の頭鉄板ということでもいいんですが、今回はあくまでも秋競馬に向けた間挟んだ一戦でありますので、特に目標がなく58キロを背負ってここを勝負というレースではありませんので、そのあたりに各馬付け入る隙があってもいいかなと。少なくともエンプレス杯では湘南なでしことサルサディオーネ、この時湘南なでしこが55キロ、サルサディオーネが56キロを背負って 0.3 秒差で、前回マリンカップですかね、湘南なでしことサルサディオーネ2着なんですが 1.7 秒の差がついたんですが、そこまでの差はないかなと。今回筋量面で共に58キロ、今までの中では一番サルサディオーネ的に考えれば湘南なでしこに勝つチャンスはあってもいいのかなという感じもいたしますし、湘南なでしこが秋に向けた前哨戦でそこまで仕上げてこないと思いますので、まあ仕上げてこないというよりも目標にするレースはまだ先ですので、下手な競馬しないと思いますが、取りこぼす可能性はあると考えるべきですよね。その点も踏まえますと、圧倒的人気になることを考えれば、ちょっと穴馬から狙ってみるのも十分ありかなという、この馬の現状でもあると考えました。以上簡単にね、有力馬触れてきましたが、展開面を考えますとサルサディオーネの短期が濃厚で自分の競馬できるかなと。大外に入った58キロの湘南なでしこが番手を取りに行くのか、3、4番手にいるのか、それによっては4コーナー回ってきた時にどれぐらい差があるのかというのが、このレースの見どころではないかなと。